レースに挑戦する機会をレカロさんからいただいて、で、まあ、初の鈴鹿サーキットでこれから開幕戦に行くんですけども、やっぱり人生初めてってあって学ぶこともすごい多いですし、やっぱりテストで佐々木浩太選手と一緒に道場走行しながらいろいろなことを学んで、そこには中にはラリーで学べないことであったりだとか、本当にその今後ラリーにやってもこう役に立つようなドライビングスキルであったりだとか、本当たくさんのことを学ばせていただいています。まあ、自分が今できることを精一杯やって、まあ、悔いのないように開幕戦からしっかりやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、今回の鈴鹿サーキットでやっとですね、ドライコンディションで走らせることができたんですけど、本当にね、2時間という走行枠で結構いろんなセットアップのメニュー、それからシートポジションももちろんですけど、やっと確認ができて、いいテストにはなったと思います。ちょっとこれまで電気だったり、初のレースですから、ラリーって普段その周りに一緒に競技する人がいないじゃないですか。ね、だからまずそこを意識して、なるべく周りに迷惑かけないようにしっかりとこう走り抜くっていうのが僕の課題ですね。力合わせて、ぜひ頑張りましょう。よろしくお願いします。